行こうとしてるからじゃなくて20メートル限界ですね。もう絶対に接したくない、大事にしていただきたい、その変な自分を。ユウのこれからこれからシーズン2。はい、ユウのこれからこれからシーズン2、今回も視聴者の皆さんからいただいたお悩みにみんなで答えていきましょう。神奈川県37歳主婦の方からです。へ、同世代のかっこいい人とは普通に会話ができるのに、20代の若くてかっこいい人と話をしようとすると急に緊張してしまいます。恋愛に発展することを期待しているわけでもないのに、なぜか恥ずかしくなって変に意識してしまうんです。意識しているのがバレないように普通に普通にと思うほど、ますますおかしな対応になり何も話せなくなってしまいます。若くてかっこいい男の子とどうしたら楽しくおしゃべりできますか、というお悩みです。いくつの方ですか？37歳の主婦の方です。あ、主婦の方、はい、あ、行こうとしてるからじゃないですかちょっともう本当にこれくらいでも、はい、行こうとしてるからだと思いますけど違うのかな。37歳でしょ、まだ若いし、自分の中で多分こう分けてるところが あるのかな。20代キラキラ、自分違うとかか、行こうとしてるかどっちかじゃないとあんまり緊張しないような。でもなんか主婦の方だとやっぱりなんかママ友だったり自分と年が一緒ぐらいとかの方に日々囲まれるから、それでもなんか20代のイケメンと接することがあるんですもんね。そうですね。でもいい緊張なんじゃないですか、きっと。だからきっとその彼女も なんていうの、もう主婦だしとかじゃなくて、ちょっとこうピリってするってことなんで、あっていいと思いますよ。なんかサッカー頑張ってんだってっていうよりは、なんかこっちもあっちもあ、みたいなの方が私は見てて楽しいですでも私は40代になってから本当この方の気持ちが分かるんですけど、カフェの、例えばカフェの店員さんとか、まあ、スーパーの店員さんでもかっこいいって思うと、やっぱ急にこうちょっとわざとおばさんになってみたりとか、なんか変なことしちゃうんですよね。あ、本当にサッカー頑張ってるねと同じで、ちょっと分かります。なんかだから私とかはやっぱり職場がもう4歳ぐらいから80超えの先輩とかだから、なんかみんな、ここにいるみんなはすごい綺麗な人とかイケメンみたいなものには慣れてるから、あまりなんか取り立ててはないですけど、うわすごいイケメンなんですけどとか言っちゃうんですけど、私とかはさすがに、だから隙あらばみたいなのはなくなりました40代まではやっぱりありましたよ。本当ですか？うん、どこかにね、夢を見るのは自由じゃないですか。頭の中でどの人がどんな風に見てるかはご自由なことじゃないですか。だからなんかいいことなんですよ、その緊張、変なになっちゃうっていうのは。例えばだから私がその推しとかがそこにいた時に絶対変なんですよだからありえないんですけど、そういう自分がそのキラキラしてる K-POP の方だったり役者の方で憧れている人には、絶対に多分私は20メートル限界ですね。もう絶対に接したくないし、じゃあこっちの芸能界にしても LDH さんとかよくやってるけど、終わった後にご招待したお客様と一緒にみんなでお写真を撮る。でなんか K-POP も新人さんの頃とかはファンミとかなんか行かせていただいて、お写真撮りますかって。でその時はまだギャーとかっていうか、ああもうすごい頑張って素敵ですねって撮れるんですけど、多分その推しの方だったりとかちょっと認識してる人とかだと絶対なんか
それ友達喋って絶対ブスになるのでやめようねっていう話をして、それは私がおかしくなるのは多分そういう時でと似たような、きっとざわってなんか一瞬構えるじゃないけど、あっていいと思いますよ。なんかこう女性ホルモンは刺激されそうですよね。そうですよ、うん、それでなんかいつもなってやってんのがなんかはってなる瞬間がそれだとしたら、うん、大事にしていただきたい、うん、その変な自分を楽しんでいただきたい。だからいいことだと思いますよ。そうなんです、春夏でシェリーヌの上下なんですけど、もう出すともうパジャマなんですね。ただのパジャマとして売ってるわけじゃないんですけど、あんまり上下で着ないかなとは思ったんですけど、夏はもうジンベエ代わりに着ようかなこれでフェス行って B さん履いてフェス行って鼻とかほじってようかなと思うアイテムです。あ、ちなみにメンズかもしれないです。メンズですね、きっと。はい、お母さんって言ったこと私多分2歳で最後なんです。自分の話をしたことがないんですよ。より一層仲が深まるから若い。ああいうの様子がおかしいっていう、かわいかったけど